において、宮内省に属する機関、和名は小田組の司。主に造営、及び材木採集を司り、各職工を支配する役所である。古代の大和王権の造営事業は稲部などの、特定種族が関わってきたと考えられているが、仏教伝来とともに、寺院建築などの高度な技術が必要になると、古くからの部民制では対応できなくなり、 クダラや中国大陸からの都来系建築技術者が登用されるなどの変化が見られ流動的な要素を見せた。木工寮は天皇のために必要な建築土木や木器製作だけではなく、こうした事業に必要となる木工の監督機関としての性格を有していたと見られている。木工寮は宮廷の建築、土木、修理を一手に引き受けた。具体的には宮殿の建築、 修理、郷内の公共施設の修理、木器などの木製品の製作などである。また、こうした事業に必要な労働力都市材の調達、予算の立案なども、木工量の業務であった。そのため非常に多忙であり多くの工員、力役者が付属した。それでも業務が煩雑で滞りを見せたため、公認9年には、宮殿関係の業務を新設の修理職へ、同時期に、 境内の土木工事を新設の修理傍上士にそれぞれ移常した。その後もたびたび業務の開廃を繰り返した。なお、新たに京を造営する際は、京の造成を、作り教授が、宮殿の造営を、造偶職が、寺院の建築は、各造寺主と両下監視がそれぞれ管轄しており、所管庁の庁舎などは、木工寮の指揮で建設された。この内づくり九章、 贈答大寺氏は、奈良時代を通じて置かれていた。他の原業監視と違い、工事の主任である友部の後部は世襲ではなく、能力に応じて登用され、また主に、飛騨国から挑発される匠邸が付属していた。大道3年に丹野氏を併合し付属していた、丹野道木工領へ移管したが消滅した。木工柱武け官位としての木工道蘇は、 2013年、党の律令制度では、造営に必要な予算の立案は、タクシが担当していたが、日本でタクシに相当する主計量は、木工量が立案した、予算案を受け取った、大上官の指示を受けて、案の審議を行うに止まった。ありがとうございます。